はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは下里さんの大学卒業した後何してたかっていうところと NPO 法人の作り方とかね、そういった詳細をお聞きしたんですけど、ちょっとここから本題で下里さんが作られた NPO 法人のところの詳細ちょっとお聞きしたいんですけど、改めて法人の名前と何を目的にしてやってるかっていうところをお聞きしてもいいですか？はい、 NPO 法人アラジという団体を作りました。私たちはシエラレオネ の、はい、あの貧困の諸問題を解決するっていうことで、ビジョンとしては、うん、誰もが夢に向かって努力できる社会を実現するっていうのをテーマに子どもの教育支援をやってます。はい、ありがとうございます。実際じゃあ具体的には支援っていうところだと思うんですけど、どういう授業内容があるんですか？はい、授業内容は主に4つあって、はい、ずっとやってきたのは一人親世帯とか里子に対する本当に経済的にあの困難な状況にあるよねっていう判断された方に対する現金給付支援とか、はい、農村部の小学校の定額給付の支援をやってきたんですけども、一番最近力を入れてるのが10代でシングルマザーになる女の子に対して復学の機会を提供するっていうサポートを最近すごい力を入れてます。 ありがとうございます、はい、ちょっとそこのお話は後ほどお聞きしたいなと思ってるんですけど、まず最初に今の団体でどれぐらいの人数の方がサポーターになられてるのかっていうところとか、はい、寄付金の金額とかもあれば教えてもらえたらなと。そうですね、今ですね、うん、ちょうどあのマンスリーファンディングっていう、はい、月500円からあのサポートを毎月毎月、うんうんうん、あの始められるっていうキャンペーンが今ちょうど終わったところで、あ、そうなんですね。で集計してみたら265人のサポーターが265人もいてくださってます。はい、あと正会員が20名いるので、はい、継続的に毎月単発で寄付してくださる方も含めると300名ぐらいの方が毎月支援してくださってるかなと思います。なので通勤の寄付収入でいうと大体でも60万円ぐらいかなと思います、うん、今。あ、そうなんですね、はい、一気に1万円とかを寄付してくださいってお願いされるより、うんうん、毎月あの一定額をお願いしますっていうような寄付集めが増えてるかなと思います。確かに毎月定額で入ってきた方が団体側としても一気に来てもそれは難しいですよ ね。一気に例えば100万円を女性団体なり個人の方なり、はい、企業さんからいただいたとしても、うん、翌年いただけるかどうかってわからないので、はい、こうじわじわ増えていく方が計画も立てやすいし、はい、一番現地のためになると思います、うん、確かにそうですね、おっしゃる通りで、まあ、法人なんでね、もう来年の予算が例えば今の予算よりも下がっちゃった場合事業をどうするかみたいなこともちゃんと考えないといけないんで、それよりは毎月入って定額でそれを予算取りした方が絶対いいですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ概要欄にリンク載せておきますので、ありがとうございます、ぜひとも皆さんマンスリーサポーターをよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、もう少し視点を変えてお話をお伺いしたいんですけれども、設立されて今どれぐらいになるんですか？今今年の2022年3月で、うん、はい、任意団体から数えると8周年。8周年、やば、大ベテランの会社じゃないですか。なるほど、じゃあその中でいろいろあったと思うんですけど、一番印象に残ったことをお聞きしたいんですけど。あ、なるほどです。ありますか？一番印象に残ったことは、うん、事業地にしようと思っていたところが、うん、火事で全て焼けてしまったっていう。それってシエラレオネ。そうです、そうです、うん、あってスラムって言われるようなところで、はい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 、皆さん生きてて、それが一晩にして全て焼けてしまったんですよね。いや、そうなんだ。100年以上あったと思います、うん、私ちょうど NGO もまだ作ってなくて、はい、渡航し始めたばっかりの時にシエラレオネの私の本当に滞在してるホテルのすぐ近くが燃えて、私の知り合いとかもこう巻き込まれたりとかしたので、その日のうちにゆめみちゃん明日そこ行かない方がいいよって言われて、みんないろんなものを失って、うん、本当に危ない目に遭うから、うん、見に行かない方がいいと思うって日本人の駐在員の方が連絡くれたんですね、うんうん、でもどうしてもやっぱり友達もいたし、知り合ってすごい助けてくれた人とか、本当にお金ないんだけど私にご飯振る舞ってくれたりした人がいたので、うん、見に行ってみると、うん、すごい大変な状況でみんなパニックに陥ってたんですけど、うん、でもみんな靴履いて新しい服着てでご飯を食べてたんですね、うんうんうん、で誰からも別に援助されてないのに焼けてない家の人たちがご飯を作ってみんなに振る舞ってたりとか、なるほど、自分の家にある服とかを受け与えてたりとかしてて、でこれって日本で同じこと起きるのかなっていうのはすごい衝撃を受けて、うんうん、多分隣の家の人が焼けても何もしないかもしれない、日本人だったらきっと、ね、だけど本当に自分自身も大変なのに近所の人たち、昔から知り合ってる人たちとかに分け与えている場面を見て、うん、私が予想してたこととは違ったので、はい、確かにそうですよね、それは印象的でした。日本で言ったら絶対なんないような光景ですよね。自分も大変だろうし他の人たちも大変だろうけど、やっぱり
自分のことを考えちゃうっていうところがあるのかもしれないですけど、シエラレオネでの立憲はやっぱりみんなに分け与えてるっていうところを実際見てすごくそこが印象的だったって感じですね。そうですね。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ先ほど事業内容ってお話しいただいたと思うんですけど、はい、一番今注目されている事業のお話をお伺いしたいなと思ってて、はい、改めて教えていただいてもよろしいですか。はい、シエラレオネではですね、うん、今10代のシングルマザーになってしまうっていう女の子がたくさんいてですね、うんうん、エボラ出血熱っていうのを経験しました、うん、でその時にエボラの致死率ってものすごく高かったんですね。学校も閉鎖されてしまって、はい、でロックダウンももちろんして経済活動が本当に滞ってしまったっていう時期に、うんうん、若年妊娠が本当に増加したんですね。あ、そうなんですね。で3人に1人が若年妊娠してしまったっていうことがあって、いっぱい原因あるんですけど、はい、避妊具が高くてアクセスできないとか、うんうん、イスラム教の方がほとんどですので、婚前の性交渉ってタブー視されてるので、うん、家庭でタブーなんだから性教育しないっていうような文化的背景があったりとか、はい、エボラ禍の時はボーイフレンドと過ごす時間が増えたりとか、うんうん、あと売春をして生活していくような女の子もすごく増えたので、うんうん、10代で妊娠してしまってそれが望まなくって、男性側が全く責任を取れなくって、うん、シングルマザーになってしまって、うんうんうん、学校戻れないっていう子がたくさんいるので、はい、彼女たちを復学させるっていうサポートをしてます。そうなんですね、はい、そこはじゃあ何か物資を提供するんですか、それともお金っていうところを提供するんですか。まず事務局でヒアリングを受けて、うん、私たちの条件に合う女の子っていうのをサポートするっていうのをまず決めるんですけども、うん、毎月毎月日本円でいうと2200円っていう金額を事務局に来て経過観察を受けた後に現金給付をするっていう形にしてます。で基本的には一番最初の給付の時にはバッグを買ったり制服を買ったりします、うんうん、そういうことですね。そうなんです。でそんな中で男子中高生に性教育の授業を届けようっていうことを最近始めました。あ、そうなんですね、はい、どういった授業を始められてるんですか。男性側がやっぱり意識を変えないと女性の望まない妊娠ってやっぱり防げないなっていうふうに思っていることもあって、うん、アンケートを取ってみると男子中高生って今までどこでも性教育を受けた経験っていうのがないんですよね、はいはいはい、で避妊具って何ですかって聞いてもそれは何なのかわからないっていうか、避妊をする方法も何なのかわからないし、コンドーム使ったことある人も 0% だったりとかっていう状況なんですよね。特に授業の中で実際にこういう刑罰がありますよっていうセッションがあって、そういうことかね、未成年に性暴力するともう無期懲役とかも含まれる刑罰がありますよとか、はい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 、性的同意を得ないとこういった刑罰ありますよとかっていうセッションを増して、でそれを学校単位だけじゃなくてコミュニティでも監視し合うっていうような働きかけをしていて、で今大きな助成金が決まって、今ケネマ県って男子中高生が3万人ぐらいいるんですけども、今年は1万人にその性教育プログラムを届けられるっていうようなそうなんだことが決まって、どんどんあの現地でも大きなインパクト出していければいいなっていうふうに思ってます、はいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ詳細は概要欄に多分載ってますよね。そうですね、はいはい、ホームページ のリンクを載せておきますので、あ、ありがとうございます、ぜひご確認いただければなと思います。はい、はい、じゃあ最後にっていうところなんですけど、はい、ちょっと3つお聞きしてみたいなと思ってて、シエラレオネとかバングラデシュとかいろいろ行かれてると思うんですけど、日本をちょっとどう見てるのかっていうところをお聞きしたいなって思うんですけど、どうですかね。あ、現地スタッフが日本に来たことあるんですよ、うんうん、実は。あ、そうなんですね。そうなんですよ。現地スタッフが見た日本はすっごいたくさん食べ物があるんですよね、はい、で彼女たちってキャッサバっていうお芋の葉っぱに詰めた料理を毎日食べていて、うんうん、日本人は毎日違うものを食べてるって言って、はい、そういえば日本人って本当に多種多様なものを食べてるなと思って、本当にいろんな文化に溢れてるんだなっていう、うん、一方で彼女にとって日本人が日本語しか喋れないっていうのはすごい感じたみたいで、はい、日本に住むことは絶対にできないって言って帰って行ったんですけど、うん、本当に文化的にも言語的な部分でも世界と離れてるなって思いました。いや本当そうですよね、うん、日本人は日本で生活してる上で日本語しか使わないから、他の人たちが日本に来た時にすごくギャップありますよね多分ね。そうですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ次下里さんにとって、はい、国際協力って何ですか。国際協力ってみんな日本の外で起こるものだと思ってるかなと思うんですけど、うんうん、私は日本の外でとは思っていなくって、自分たちが住んでる世界で起こってることって思っているので、はい、あまり境目がないものだなっていうふうに思ってます、うん、すごい印象的だったのが2011年に 3.11 っていう悲惨な自然災害があった時に世界で一番支援された国になったんですよね、うんうんうん、でどこの国もものすごくピンチになり得るし、はい、今ピンチの国だって本当に100年とか経ったら日本を助けてくれる国になるかもしれないっていう面で言うと、国際協力って外の世界の問題じゃないなっていうふうに、そういうふうに捉えてます。すごく抽象的なんですけ ど、ありがとうございます。そんな感じです。そういうことですね。ありがとうございます、はい、最後に国際協力に今後携わりたいなとか NPO とか NGO に今後働きたいなっていう方に対して一言アドバイスするとしたら何ですかね。そうですね、今の学生さんだったりと
か若い方、国際協力を目指してる方ってすごい焦ってると思うんです、うんはい、現地に行けないし現地駐在員職っていうのもなかなかないと思うんですけど、うん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 、いつ終わるかって分かんないんですよ ね、 そうですね。ただなんか私はそういう経験を実はエボラ館の時にしてきて、うんうん、これからどうなるんだろうって思いながらずっとフリーターやってたっていう時期があったんですけど、うん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 、この期間ってすごいチャンスだなって私は思っていて、はい、今の時間に例えば論文読んだりとか英語文献とかを見たりとかして事前に知識を得たりとか、うんまあ、先人たちが通ってきたモヤモヤとか課題とかこういうふうに解決してきたってことを資料として読み込んだりとか知っているだけで何年か後に現地に行けた時に見える景色って絶対変わってくると思うんですよね、はいはいはい、なので諦めないことっていうのがすごい重要かなと思います。わかりました、ありがとうございます。今できることをまずやってっていう感じですよね。そうですね、本当にチャンスだと思います、うん、今、うんうんうん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日はあの下里さんに国際協力 ×NGO っていうところでお話しいただきました、はい、この動画がいいなと思ったりだとか面白いなっていうふうに感じた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。